気やな。元気やねんな。体が元気や。ダンスやね。ダンスしてる。ダンスしてる子で強いよな。あ、ご苦労さん、どうした？びっくりした、急に。霧のように現れたよ。あれ、クッキーさん、今日は何に追われてるんですか？今日はリカちゃん。やらリカちゃん、うん、あ、だからダンス。うん。あ、めちゃくちゃ可愛いですね。これページめくるとき汚れたらあかんから。まずはリカちゃんの写真集見ときは絶対この手袋してる。そうなんですか？そうそう。ここだからだいぶめくり癖、ここだけ味出てるやろ。ここしか使えへんから、うん、本読む用のグローブなんですか？そう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 、まさにそう、うん、そんなのあるんですね。そうよ、うん、あれへんよ、これちゃうよ、これ、うん、エアホースのやつ、US やけど、アメリカの空軍のやつやけどね。ああ、うん、そうなんですか。そうそうそう、ある種もう空軍みたいなもんやから、ね、元気に空飛んでるポーってで、みんなの笑顔振りまいて、リカちゃんこうやって可愛い子や、この子。うん、まあ、あんま言うたらあかんけど、俺のおんね。俺のおんね。何その、まあ、好きなアイドルを一生懸命追いかけて、あの、いつか付き合えたらええなとか思ってるような子がおるとしたなら、芸人なれ。夢ありますね。夢ある、夢ある。うん。金と名誉と女、一気に手に入れれんの、芸人だから。うん、なれ、手っ取り早くなれ、うん、応援するぞ。そういう欲にまみれた芸人を一番好きやから。うん、やっぱもう金玉パンパンで精子垂れ流してる芸人好きやからな。うん、そのスッとした美しい子やってる芸人別に興味ない。やっぱ汚い芸人好きや。ああ、次長課長の井上みたいな。あんなことないけど、井上全然そんな、全然そんな、井上そんなことない。やっぱ俺っていう人間はさ、いかに育ったかってやっぱこう知りたいと思うよ。やっぱもうこれ見てるやつでもう俺に憧れて見てるわけやん。はい、俺みたいになり、クッキーみたいになりたいって、はい、俺もクッキーのようにっていう人間ばっかりから、ちょっといかに俺がこういう人間になったかのルーツをこう、はい、まあ紹介しようと思うよ。うん、でどう紹介しようかなと思うんだけど、俺の人格を形成したであろう不良マン、ヤンキー漫画ベスト5紹介するわ。ああ、うん、いいですね、うん、ありがとうございます。じゃあ待っとく、はい、じゃあベスト5からもう早速出していくからな、はい、うん、これですね、酒井若菜さんの若菜出すっていう写真集やな。酒井若菜完全ボックスセット、うん、っていうかわいい。どうしたん？あれ、なんかヤンキー漫画みたいな言ってませんでした？ヤンキー漫画言ってた？はい、ごめんごめん。まあ、小爆だよな。あ、漫画も面白いですけど、やっぱ映画も好きで、へ、うん、江口洋介さん、小田裕二さんがやってたね、うん、このちょっと少女漫画チックなタッチがまた良かったりするんでね。そうなんですね、うん、この頃やっぱウブイ、あの完全あの童貞丸出しでしたから、これやっぱもうこういう、あ、こういう可愛い女の子たちもいるんだなんてね思いながら、うん、例えばこう単車が特徴的ですよね、これ TS400 のファイヤーのね、紫のファイヤー入ってて、これがやっぱこう憧れましたね、うん、まあってな感じで。ありがとうございます。じゃあ今これからな、バッドボーイズな、へえ、面白い、これもね、
それでもええとこのボンボンがこうヤンキーとして成し上がっていくという話、はい、ちょっとね切ないシーンも多いのよねこれね。ちょっと泣けちゃうとこもあるから、ちょっとこう純朴にどうやろうな、その東京リベンジャーズとかを見てこう、はい、こう軽くヤンキーかっこいいって思ってるような人が読むとちょっと重たいとこもあるかもね、うん、結構あのほんまあのまあ、残酷なシーンとか、あの仲間が捕まるとか、その切ない系も多い、あのまあまあでもちょっとリアルな感じかもしれないね、うん、やっぱここ行っちゃおうかな、よけてなしブルース、うん、これはもうま完全に高校の頃やな、うん、この森田先生で地元一緒や、滋賀県や。そうなんですね。で、俺らは森山北高校。うん、森田先生、森山高校やったと思うよな。うん、まあ、どちらかというと、ちょっとまあ、あの、頭良い方やったと思うけどね。うん。これやっぱ、青春だよね。うん。やっぱ、その中で、やっぱこう、いいのが、この前田大尊がこう、こう東京の話ね。はい。やねんけど、こう、関西出身だよね。切れた時だけ関西弁なんだよ。この、要は、あの、スイッチが入ったら関西弁になるっていう、はい、この久本雅美さんのシステム久本さん、うん、普段東京弁喋るけどなんかパンと入った時関西弁パパって喋らはる時あるやん、はい、あのシステム取ってはるんだよね、うん、ではどっちが先かわははが先かろくでなし先かそれちょっと分からんけどもまあまあまあ面白いよね、うん、あと修学旅行であの浅草のあのうんこビルあるやん、あ、ね、雲の、うん、はい、これ出てくんのよ、うんこビルやって、仕事わざわざ見に行きましたよ、あ、うん、これ3位、ね、やっぱもうこれ外されんよね、これ2位にすんのはちょっとあれなんですけど、ちょっとここで入ってくるんですね、行かしてもらいました、うん、これもやっぱり理由、はい、まあ理由、2位の理由なんてもないけど、はい、もう1位でもいいんですけど、はい、余裕でやっぱもう、これはもう形成されてるよなぁ、ぶっ込みの宅は、うん。これもう完全なるバイブル、聖書、俺の。はい、うん、だからあの、アッパーホテルによう聖書置いてるの引き出しながら、うん、このぶっ込みの宅置いてほしい、と思うぐらい、あの、も広まれって思ってる。うん、伝われって、さっくんな、さっくん。うん、これはまた、たくちゃんが何の因果か暴走族の仲間になって、それからもうこう人間味でどんどんのし上がっていく。で、気付いたら単車技術もすごかったみたいな話やね、うん、これやっぱ名言多いのよ、はい、やっぱ名言がやっぱ多いのがやっぱこう刺さるわな、うん、聞き肉にしてやんよとかね、ああ、うん、これなんですね、そう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 、あの麻婆君が言うセリフな、うん、そうそう、ということでちょっとあの、まあ、大好きな漫画ですよ、はい、第1位は1位かと思ってました、思ってただろ、はい、うん、でもやっぱねあの圧倒的な1位があんのよ、どうしてもやっぱこれはもう1位にしてざるをレベルのやつが、はい、ということで1位、これやっぱビーバップよね、ああ、これやっぱ1位になるだろ、そういうことなんですね、これはやっぱもう実写で映画も跳ねてるし、この漫画自体もやっぱおもろいし、うん、これ持ってるやつなかなかおらんと思うよ、これ実写系のこの実写ビーバップね、映画版のやつがこれなってんのよ、これ、見てこれ、この感じ、同じ感じでしょ、この頃の宮崎真澄さんとよくないこれどういう髪型なミポリン、かわいいミポリン、これ立花梨沙さん、あ、うん、渋谷のお蕎麦屋さんはい、の人と結婚して、あ、そうなんですか、今幸せにしてありますよ、うん、これやっぱビーバップはやっぱもう名言、これは名言ぞれ、これは、うん、その名言ベスト3あげようか、じゃあビーバップに出てきた名言ベスト3、はい、な、うん、第3位、うん、まあ俺もよく言うんですけど、この状況でどうすんの、念力出すかですね、うん、それは、ヒロシが、はい、まあ、それ映画版やけど、ごめんね、映画版の話やけど、ヒロシが、あの、上等のヤンキーに絡まれんのよ、ブワーって。ほんで、ブワーって囲まれんのよ。はい、ほんで、逃げようない状況でこうやってる時に、あの、ちょっと太った、上等のヤンキーが、この状況でどうすんの？念力出すかっていう。念力で逃れるかっていうね、これやっぱ名言よ。名言第2位。家に帰って、
脱脂粉乳でも飲んどれや。なんかあのシャバいやつ、シャバい中学生かなんかに言ったセリフやったと思いますけども、やっぱ鮮明に覚えてね、その言葉だけはね、はい、うん、一般の漢字ドリルやったけとか、脱脂粉乳飲んどけやとかね、うん、あと股にキムコ挟んでこいとかね。キムコってね、消臭のやつがあった、はい、昔のね、はい、で、またくおめあのお股が臭いから股にキムコ挟んどけっていうセリフあったのよ。へー、うん、やっぱね、名言よね、うん。じゃあ第1位ですか。これほんまかっこいい。これ女の子に向かって言うセリフです。女の子の頬あたりを匂って言ったセリフ。うーん、イカ臭い。これがやっぱ1位ですね。これはやっぱ名言やな。これ女子に言う、なかなか言われへんよ。俺どう思う、俺がお前矢野の横行ってた、うーん、イカ臭いけど、どう思う。びっくりします。びっくりするやろ、はい、もう訴えるの忘れて飛びかかるやろ。そうですね、それをもう平然とやってるのがビッパ、これはやっぱすごいですよ、うん。ということで、私の人生におけるあのバイブルとなった漫画ベスト5はの1位はビーバップハイスクールでございました、はい、ご苦労さん。